アイスクリームを添えたベビンカ東ティモールのビビンカフィリピンで市販されているバナナの葉に包まれたビビンカ持ち込めこのビビンカベビンカはカスタードプディングまたはケーキの一種でインドのゴア州の伝統的なデザートである。ゴアのカトリック信徒の家庭ではクリスマスを祝って食べられる。人気のあるゴア料理の一つでポルトガルやモザンビークのゴア料理店でも食べることができる。 マカオや東ティモールでも作られる。ベビンカは台風委員会が定める熱帯低気圧のアジア名に3回選ばれている。フィリピンにもビビンカというケーキがあるが、ベビンカよりも相対的に黒粉の量が多く、卵の量が少ないため、プリン風ではない。ゴアのベビンカは小麦粉、砂糖、卵黄、カルダモン、ギートココナッツミルクから作られる。特別な土製オーブンで、 熱い炭の層を上に乗せて焼く。型にはベビンカ生地を薄く流し入れ、火が通ったらその上に生地を流し入れて、また焼くことを繰り返して、層を作っていく。ゴアでは必ず層状に焼かれなければならず、伝統的には16層である。マカオのベビンカには米粉が用いられ、層状には焼かない。また、マカオにはベビンカデレーテという牛乳とココナッツミルクを両方用い、 米粉の代わりにコーンスターチを用いたベビンカがある。ゴア以外ではギーをバターで代用しナツメグで香りをつける。東ティモールではビビンカと呼ばれる。フィリピンのビビンカはバナナの葉を敷いたケーキ型にビビンカ生地を流し込んでオーブンで焼いて作る。生地にはバニラやアニスで香りをつける。焼き上がる少し前におろしたジェダーチーズを振りかけて仕上げることがある。 食べる直前にバターかマーガリンを塗り、砂糖とすりおろしたココナッツを振りかけて供する。フィリピンのビビンカには次のようなものがある。2007年10月9日、フィリピンのイロコスのルテシューリングラスで 1000kg ものキャッサバを使って長さ 1km にも及ぶビビンカを作り、1000人で食した。この記録はギネスワールドレコーズの世界記録に認定された。ありがとうございます。